おはようございます。国分寺駅南口、2分のところにあります。額縁や次男画房2代目店主、長谷川です。朝の日課の、ウォーキング、まあお散歩ですね、してます。先数日前の、動画で、6月だというのにウグイスが鳴いてるってちょっとびっくりしたような、動画を撮ったんですけど、その後ネットで調べたら、ウグイス、意外と初夏がですね、繁殖の時期で、鳴いてること珍しくないみたいです。ね、なんかウグイスっていう聞いただけで、春って思い込んじゃったんですけど、常識って違うんですね。はい、そういうのも勉強になりました。ね、次男ガモの長谷川でした。皆さん、ウグイスって6月でも鳴くんですよ。知ってました？ホッキョ、次男ガモの長谷川でした。